はい、どうも、こんにちは。今回はドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、ブライアンか。ブライアンと、あれか、ブライアンとアイスクリーム買ったのとブライアンか。で、ちょっと前回またちょっとで30分くらい行っちゃったんだけど、とりあえず、今後の方針としては、とりあえずこの、1日1回誘い。1日1回誘いと、デートの途中までって感じであれば多分20分ぐらいで終わるから、そんな感じでやっていこうか。とりあえずじゃあ誘いから行こう。で、今日はロバート行こうかな。ちょっとロバートちょっと敬遠してたけど、前回のその、ブライアンの前にあった1日定期イベントのロバートが結構、なんか面倒見良さそうな兄貴感あったから、そういう一面もあるんじゃないかなと。体だけじゃない。そういうとこ見せてほしいね。やっていこう。なんとかに興味はないかい。具体的にはポーカーなんだけど、なんとか、リカーかマイカーだろ。そっか。ちょ、何、待ってくれ。ポーカー好きだ。冗談を振られて、つい受けてしまったんだ。私は父親だ。冗談に冗談を返すのは父親の義務だろ。あ、わかってるって。毎週集まってポーカーをしている。はいはい。金を、そんな掛け合ってやるんだ、ポーカー。まあそっか、シンプルなポーカーはやんないか。待ってみつけた。手にビール一箱かけてる。しまったな。私も何か手土産を用意しておくべきだった。Hey. Yeah. 暑さんかだろう。満タンサイズがあれば問題ないさ。いつからポーカー？もう数年になるかな。みんなと語らういい機会だよ。高い賭けじゃないしね。うわぁ、もうオールスターだなぁ。ブライアン・ジョセフ。クレイグか。ここのメンバーでポーカーすんの。ごめんなさい、来てくれるなんて嬉しいですね。俺も嬉しいね。またお前から有り金を全部むしり取れるんだからな。昔みたいにか。クレイグにかかればサメみたいに食い荒らされるぜ。ポーカーが強いと言ってほしいもんだな。お前あいつのバカみたいに強かったからな。大学時代と変わらず下手くそなのか。ポーカーフェイス、いいね。いいんじゃない？おい、下手くそとは言ってくれ。ポーカーフェイスはそんな開始しないわ。もうこの時点でポーカーフェイスじゃないです。私はポーカーが得意だぞ。これ話盛りすぎたか。オッケー、確かに私はポーカーが苦手だ。みんないるじゃん。5人いんの？ 5 人。ジョセフほど下手ってことはねえだろ。あと好きね。僕はポーカー。僕のポーカーは。ポーカーは僕の税収源の一つですよ。僕はポーカーを通して地域に貢献しているんです。Yeah. それに僕はここに座ってブライアンの作ってくれる食事を食べられるだけで満足なんだ。あ、料理できるんだ。ああ。みんなロールを持ってきたのは誰だか当ててみな。クレイグじゃねえな。ああ俺の持ってきたチアシードとグラノーラのエナジーボールだって負けてねえぞ。始めようか。マットがカードをくらじる。最初の数ランダーは私はコツをつかもうとしているうちに終わってしまった。圧倒的な強さでバウモノにしている。なんでそんなに強いんだ。簡単さ、みんなの心の声を聞けばいい。例えばほら、マットは耳をかこうとするだろ。ちょっとブライアンは嘘をつくときズボンを正す。おいおい、マジかよ。前は手札がいいと声を張り上げて喋る。あ、確かにそうだな。ならジョセフは全身だな。文字通り一挙一動が何を考えているか教えてくれる。あいつの考えは筒抜けだ。嘘をつこうにもつけねえのさ。食べません。少なくとも僕には神がついていますから。ほら、その程度のことすら真顔で言えねえだろ。ロバートはどうなんだ。はっきり言っていいか、ロバートのことはさっぱりわからん。ロバートが本気を出せば俺たちは手も足も出ねえだろうな。俺はお前たちと楽しみたくてここに来てるのさ。結構まだ社交的だな。社交的な感じじゃなかったのに。交流ないと思ってたのにな。それってもしかして折りたたみ式携帯ってやつ。もしかして麻薬の密売人ですか。あ、欲しい物があるのか。路上で売ってるような薬はすぐ手に入るが、特殊な薬が欲しいなら72時間はかかるだろう。ちょっとした、
礼も欲しいもんだ。今日はいらねえし、明日もいらねえだろうが、いずれ。薬が欲しいわけではやっぱり結構です。そうかい。金さえあればいつでも用意してやる。スマホをトイレに落ち落としてしまっただけさ。保証期間内だから代わりのスマホが届くまでの代替品さ。ソーセージロールパンだ。手が止まらない。毛布をかぶった豚とはよく言ったもんだ。ん、合ってるよな。とにかくこいつは美味しい。ああ。お前にスライズで切っか。この手札でお前にライズで切っかな。少々かけてもいいんですよ。もう一人面倒を見られるってのならいつでも乗ってやる。うちはブライヤーとヘーゼルで手一杯だ。え、三人で手一杯ですか。ぜひ、ならぜひ四人の子育てに挑戦してほしいものですね。僕はいつでも全力でぶつかってますよ。ナイス。正確には五人だ。あの奥さんね。長く喋るな。お前の声で長く喋られたら大変じゃん。クリスティうんちをする人形のコマーシャルを見て買ってくれとダダをこねたんです。こんまげして誕生日に買ってあげたんですが、人形のうんちは気持ち悪いからと僕におむつを買いさせるんですよ。だから僕は本物の赤ちゃんとおもちゃの赤ちゃん。あ、そういう意味の5人ね。両方のおむつを交換しなきゃならないんです。おかげで家中がうんちだらけです。そりゃデイジーもしばらく前に持ってたな。デイジーはうんちを出る仕組みを知りたくなって人形を分解したんだが、元に戻せなくて泣き出したんだ。おかげでうちも家中がうんちになった。うんちが出る人形って何？うんちが出る人形って何それ？そう、アマンダも待てよ。みんなうんち人形持ってるのか？うんち人形って。ナイス。いるそれ、需要あんの？家中がうんちいっぱいになるってそんなうんち一種類あんの？ゲルチップすごくうまいよ。うちの店で売りたいな。俺のオリジナルさ、お前になら喜んで分けてやるよ。ひらめいたんだけど、ピアス・ザ・ケール・チップスって名前はどうかな。ピアス・ザ・ウェイルっていうサンディエゴの出身のポスト、あ、ごめん。まあ、誰もピント来ないだろうけど。店は最近どうなんだ。おかげさまで繁盛してるよ。カウンターの仕事を誰かに任せたいんだけど、いい人が見つからないんだよね。アマンダが夏休みのバイトを探してるなら言っといてよ。でもあの子は前に喫茶店のバイトで痛めに遭っているからどうだろうかな。ああ、痛めっていうのは文字通りの意味でだ。そっか。アマンダに聞いてみるよ。グレイが圧倒的大差リードしていた。ソゼブはとっくにチップを全て失っており。私たちが手伝いを欲しい。一緒に後片付けをして。ブライアンが全員かと。ロバートは本気を見せねえつもりかい。獣を解き放とうってのか。ああ。へえ、面白そうだな。俺がギャンブルにハマってたのは昔の話だ。だがお前らが楽しませてくれるってのなら本気を見せてやる。ただし、ケチくせえ賭けはお断りだぜ。リリーズの18年もののシングルブレンドをクローゼットに眠らせてやる。リバーが21歳になったら開けようと思ってたが、賭けてもいいぜ。二言はねえな。酒か。古びちまってるが、まだ木を根っこごと掘り起こすくらいのパワーはある。付き合いきれん。あ、1対1。お前本気で。聞こえただろう。決まりだ。お前が何を考えてるか当ててやろうか。ロバートは古い車をかけた。唯一の移動手段で長年の愛車だ。ギャンブルに自信があるのかと思ってるんだろう。教えてやろう、クレイグ。昔はこんな風じゃなかった。俺も昔はお前そっくりだった。頭が良くて、音楽やんだね。才能があって腕前に、それと上腕二頭筋にも絶対の自信があった。だがそれは長く続くもんじゃねえ。これは、なんだこれ。出張中立ち寄った茶屋の別室でパイ5に負けて何もかも失った。3日間の出張のつもりで行ったのに全部失ったんだぜ。衣類も金も身分証も、とにかく何もかもだ。目が覚めたら小雪公園のドブの中だった。俺はそこから這い上がってきた。再びアメリカの土を踏むまで3年間物乞いをし、物を借り盗む生活をしながらな。その3年間、ちょっと闇が。根源的な恐怖を満たし、これまで以上に人を愛した。俺は何度も愛を見失った。いいか、クレイグ。俺は自分の死の際を見てきた。己の死に様を理解している。俺は決してこんな賭けじゃ死なねえ。分かったらもっと面白い勝負をしようぜ。Hey! 家の権利書。
俺の持ち物全部と俺自身をかける。最後までついてくる覚悟はできてるか。俺は降りるよ。ウイスキーお前にやるよ。悪魔と踊らねえんだな。ブラフだったのか、手札はできてたのか。その答えは墓まで持っていく。来週またいかがですか。来週か。来週やんな、もうきついから。5人の声きついんだわ。みんなちげえし、みんな微妙に違うだけだし。わかった、参加するぜ。何これ、何この二択。いいとも。このこと思い出すと冷や汗をかいて目を覚ましそうだが。ポーカーフェイスだぜ、悟空。You got dad の半分かな。You've got dads。 まあとりあえずでも前回ちょっと宣言しちゃったからな。なんかロバートいきなりこのイベントで知れちゃったからな。あんまりロバート熱上がってないけど。あ、でも1周目はもう普通に誰ともうまくいかず終わろうかなと思ってるから、まあロバートとクレイグ行くか。じゃあロバート行こうか。全部はい、10。俺に話しかけるんじゃねえ。イカ様賭博士墓荒らし。おいおいおい、大丈夫かこれ。でもこういうやつはあれなんじゃないの、ピュアだったりすん。ピュアっていうか、まあやっぱさっきも言ってたじゃん、やっぱ人を愛すようになったと。裏切られたし、でも自分も愛すようになったと。怖いなロバート。まあ一回行ってみるか。怖いな。彼らはいやつなのは間違いない。タウでハンサムだ。一瞬彼ともっと一緒に過ごしたい。バベアいつの話してんのねえ。まあまあそこはあんま無理か。プログラム的に。あ、既読？あ、まあ猫動画見ようぜ。あ！起きてない。ロバート。ちょっと既読無視しないで。え？フードチャンネル。どう思うな、古代宇宙人を捕まえるか。寒い。それですごく怖いよ。このままじゃ、50日以内に宇宙人を捕まえるなんて到底無理だ。古代宇宙飛行士たちは、裸では古代宇宙人を発見できる確率が10倍にも跳ね上がると提唱している。学者たちによると、宇宙人は人間の体、特に尻に引きつけられるという。分かってきたぞ。天才シェフ5分が、まあ、卵を電子レンジで一番ダメなやつね、それは。ちゃんと作ろうぜ、普通に。スタンドイッチ。No! まだいける。大丈夫？あ、忘れてない？大丈夫か、ロバート。シャーセス、フリースローラインから、それだけ。楽しそうだな、お前一人だけど。お寺、なんとかかんとかシュートだ。いや、ちょっとこれ、ロバートは？ロバートは？これどうして、つまり、瓶入りのベビーフードですね。あ？嫌なやつ、そうだ。あ、まだ来てないんだ。私は無視してるのか。おいおいおい。何それ。そういう感じなんだ。だから何回も送ることでこれ1カウント1カウントなんだ。何それ。ごめん、そういうキャラなら今回は切ります。はっきり言ってめんどくさいんです。めんどくさいから、ちょっともう、ちょっとワクワクしたいわ。その一回一回がちょっとめんどくせえから。頼みがある。あ、晩飯誘ってくれた。
ロバートが。実は分かってるんだが、何年も経つのに未だにロバートが何を考えるか確か怖いな。あ、まあいいんじゃない？ロバートも今回狙いたかったし、クレイグもね、ちょっと。ロバート、許してくれるかな？分かった、行くよ。ロバートの家に行くの？ロバートの家に家で飯食うの？怖くね？うん。驚いたな。ワインセラーの足を信じてるのは俺だけか。あいつの言うことは嘘なのか、本当なのか分からねえんだよ。うん。ナイス。いつも無表情だしな。俺は笑って流してるが、あいつは謎だらけさ。あ、もう一瞬じゃ謎解きに行く感じか。ゴミ箱からホットドッグ拾うの見たことがある。うん、正確にはゴミ箱の一番上からだ。乗っかってたんだ。だが法廷に立たされたらゴミ箱の中にありましたって証言するだろうな。拾ってもらってさ。ああ、それは誰にだってあるだろう。だがロバートの場合、問題なのは実際に拾ったってことだ。まあ一時期そういうさ、その、なんていうの、放浪があったんだったら、まあわかるんじゃない？その食べ物を大事にするさ。ロバートはいつから犬を飼ってるんだ？さあ、おかしいな。まぜ。うん。おくん、こっから先は道の領域だ。吠えてるのが犬じゃなくてロバートだったらどうする？よせ、まだ家に入れてもらってすらいないんだぞ。ちょっと表情隠そうする。そうだよな、クレイグ呼んでるのに俺がいるのおかしいよな。お前が来るとは聞いてねえな。あるな。私も一緒と伝えなかったのか、しっかりしてくれよ。お邪魔なら帰るが。うん、いや、構わねえ。入りな。足を拭け。まあまあ、この家だよな。来たことあるもんな。ずっと居心地よかった。適当にくつろいでくれ。うん。知らなかったよ。犬を飼ってるんで。結構いい家だな。でも、改めて見ると。この部屋の汚さはともかくとして、このテレビとかさ、この構図はいいよな。構図って、なんて言うんだろう。間取りか。ああ、ベッツィだ。客がいる間は別の部屋に連れてってる。すぐに静かになるさ。うん、どんな犬なんだい？ピットブルだ。何年か前、うん、あ、ちょっと右クリック押しちゃうんだよ。そっか。ナイス。晩飯を仕上げてくる。おっそブーコを作った。うん。うん。道化の足はマジなのか、それともいつもの嘘か。さあな。おっそブーコって知るか。うん。ロバートの創作か。おっそブーコだっけが出てくるまでそう思うしかないな。私たちをしばらく黙ってたり、はいはい。そうって映画にこんなシーンがあったよな。うん、いや、あの手の映画じゃ現場で目を覚まし起き上がるもんだ。俺たちは自分の意思でここに来た。それにしてもあいつ、お前を見てかなり驚いてたよな。お前は計画の邪魔なんじゃないか。うん、殺しの計画か。あいし、私怖いよな。食卓は使わねえ主義だ。あんなものは信用ならねえ。だからここで食う。紙皿で十分だろ。お肉正体がまだわからない。肉だな、多分。パスの可能性もある。特定する方法ただ一つ。一口食べてみる。なんだこれは。ってことは、ああ、リゾットらしい。ああ、まあ、普通にうまいんだ。君が作ったんだよな。侵害だと見たけど、ロバートに先週食べろ。レストランの裏にあったゴミ箱から拾ってきた。多分レストランだろ。これを捨てる奴がいるんだぜ。信じられねえだろ。瞬時に泣きがこみ上げてきた。目いっぱい頬張ってる。ロバートが呼びた。気に入ったか。こんな料理どこで覚えたんだ。スペインのレストランで働いていた時だな。わかんねえ、どれが冗談なのか。大学を中退してバックパック一つでヨーロッパ中を旅して回った。人んちのソファーやホステル。どこだって眠ったし、金をもらえるなら怪しい仕事だってやった。あれはマドリード郊外の小さな食堂で晩飯を食った。支払いをする時になって前の晩に持ち金をはたいて酒を買ったことを思い出した。食い逃げしようとしたが店長に捕まって、厨房で働かされることになった。食堂で気に入られた俺は仕事をもらった。まあ悪くない話だろ。
母方の遠い親戚と暮らし始めたんだ。2年間そこで働き、皿洗いから料理長にまで上り詰めた。いろいろなことを学ばせてもらったよ。警備にどんな賄賂を渡したとか、まあオチ、何でもかんでもオチがあるわけじゃないよ。で、今も料理好きってわけさ。なければ何だって構わない。面白い話だったよ。だから正直に言って、こんなうまいものを食べられるとは期待してなかったよ。しかも紙皿で、だぜ。見た目なんざどうだっていいだろう。うまけりゃ十分だ。それに紙皿だって重ねりゃ普通の皿と変わらねえ。そりゃまあ、おかわりをもらえるかな。構わねえが、ほどほどにしとけよ。デザートにレモンベリーのサバランも作ったからな。お前ってやつは全く、そこが試練。そりゃそうさ。いつでも夕飯を食いに来いよ、クレイグ。俺もおかわり。私も。来てくれてありがとうよ。俺はもっと人と関わろうとしてんだ。まあまあ、あいつも呼んでくれ。オッソブークをまた作ってくれるなら何が何でも行くさ。何これ、スッて終わったな。ちょっとどうしよう。これはこれで短いな。新しいとこ行くにしてもちょっと時間あれだし、ちょっと短いけど終わるか。ちょっとな、もう木は ここで切るしかないよな。ちょっとまあこれからの方針語るか。どうしよっかな、まあ、ロバートなんか音信普通続くしな。今んとこ、まあ、でもクレイグまだ行ってないからな、一回も。関わる機会がめちゃくちゃ多いだけで。個人的に関わる機会がめちゃくちゃ多いだけで。そう、まだ一回もこっちが誘ってはないからな。まあ、クレイグも一回見てって感じかな。今んとこでも、なんかブライアンもあれかなと思ったけど、結構、やっぱその、娘たちの関係の良さ、そして、やっぱり、やっぱ普通に気さくなところ、まあ普通に仲良くなれそうだな。じゃ、ジョセフとヒューゴはな、ちょっと闇がな。こっちのその夫婦間の闇と、絶対夫婦間の闇というかさ、その離婚の瞬間を目の当たりにしそうじゃん。むしろ。夫婦喧嘩の瞬間を。で、こっちはやっぱ子供とどう仲良くなっていくかってとこだろうな。子供との関係がどうなっていくのかってのを見るって感じだろうな。で、今んとここのブライアン、マット、ダミアン。ここら辺かな。でもダミアンかな。やっぱちょっと気になるのは。やっぱこのいいお父さん像を見せてくれたダミアンだし。やっぱ綺麗好きなところは、やっぱここも結構ポイント高いよね。で、その息子との関係って意味でも、やっぱいい意味で気になるし、こっちとはちょっとまた違うよね。こっちは対立してる息子との関係って感じだけど、こっちは、息子が、どうこう、従っていくのかとかさ、ちょまだこの親子関係はこっちの方が良好に見えるから、結構そのなんか、重くない話になるというかさ、見れんのかなって感じだから、ダミアンかなーって、これどこで終わんだ一周目っていうか。どこで終わりの概念が来るんだろうな。よくよく考えたら。こう、当たり障りなく来てるけどさ、そもそもこれ、何日で終わるんだこのゲームは。まあ、とりあえず1周目は、なんか終わるまで、それこそそうだな、均等に見ていこうか。本命以外を見ていこうかな、とりあえず。本命はこのダミアンとか、ヒューゴ・ジョセフもな、結構、やっぱ下段はいいな。じゃあ、ここら辺をちょっと流しつつって感じでやっていこうか。1周目は。はい。というわけで、終わろうか。じゃあ、あざした。